ブハロ YouTube こんにちは、カイロクでございます。今日も東京駅に来ております。今回は外資系投資銀行、これのですね東京支店を回ってみたいと思います。まあ撮影経路の関係とか撮影時間の関係で全部が全部行くことはできないんですけども、まあ回れるところは回ろうかなと思います。というわけで早速1つ目、この丸ビルの33階にグリーンヒルジャパンという外資系投資銀行が入っています。割と新しい会社みたいなんですけれども、僕もあんまね詳しくないんですよ、詳しくないんで分かんないんですけども、もともとモルガンスタンレーで働いていたグリーンヒルさんという方が立ち上げた独立系投資銀行だそうです。外資系投資銀行の中では割と新しい会社の部類に入るっぽいんですけども、もうすでに世界15カ所にですね拠点を持っていて、まあ、政府とかを顧客にしてですね M&A をしたりとか、リストラやったり融資したり、資本調達のまあアドバイスをしたりみたいな、まあ、そういう金融アドバイス全般を行っている外資系投資銀行だそうです。まずグリーンヒルジャパン狙ってる方、ここですよ。これ丸ビルですからね、東京駅に来たら一番最初にですね目につく食べ物だかなと思いますけれども、東京駅がここ本当に丸の内側の出口を出ると横断歩道を渡ってすぐ、はい、この33階ですよ。こっちの丸ビルね、実はね37階ぐらいまでは普通に、ね、一般の方でもね上がれるんですよ、展望台があるんで。なんですけども、そこから見下ろす東京の景色というのはもうとてつもなく綺麗です。なので働きながら、うわ東京のこんな夜景を下に俺は働いているよっていうのをですね思いながら業務に勤しんでもらえると、よりなんかパフォーマンス上がるんじゃないかなと思います。というわけで少し歩を進めてきますと、ここね外資系投資銀行じゃないんですけども、 SMBC の本館があります。こっち東館ね、はい、SMBC もね多分外資系投資銀行を受けるようなとてつもなく賢い人たちは、もしかしたらどうなんだろう、滑り止めとかかなで受けるかもしれないんですけども、実は SMBC もその海外の事業の展開っていうのは結構やってて、実は国内のね売上と同じかそれ以上かぐらいに海外のね収益もあるわけなんですけども、まあメガバンクは基本的にそうなんですが、まあそういうところもあるのでね、ぜひ外資系投資銀行目指す方、メガバンクね、今ここ SMBC のとこ通ってるから言いますけども、受けてみてはいかがですか。 MUFG とかはね結構海外進出してたりするんで、もしかしたら海外で働きたいから外資系投資銀行、まあ、そういう人はあんまいないか。まあそんな SMBC の建物から見えるんですね、次が。はい、こちらシティグループ証券という外資系投資銀行が、このなんかカクンってなってる建物の中に入っております。シティグループ証券もですね結構長い歴史のある会社なのかな。もともとはインターナショナルバンキングコーポレーションという名前の会社だったんですけども、実は先に東京支店ではなく横浜に支店を設けています。なんやかんやあって、今さっきまで話していたここの三井住友銀行に一部のグループのね証券会社を売却したりやる何やりして、2009年にシティグループ証券県となったと、そういう歴史があるんですね。なのでこのシティグループ証券と三井住友銀行の東京支店、まあ、本店っていうのは近くにあるのかな、多分全然関係ないと思うんですけども。ちなみにシティグループ証券はですね、最寄り駅は大手町駅になると思います。あれも大手町駅の出口になってまして、ここにもね大手町駅ここってなってると思うんですけども、最寄り駅は大手町駅なので、東京駅からは少し離れています。一駅分ね離れてるんですけども、そこから出てきておそらく勤務するという形になると思いますが、日本の金融の中心地といえば、まあ今はこの大手町なのかなと思うので、まあその日本の金融のど真ん中で外資系投資銀行の職員として働かれるというのは非常にウキウキワクワクするようなことなのかなとも思いますので、この辺にあるよというのはぜひ知っておいていただいて、ここもモチベーションのキープに使っていただければと思います。はい、少し歩いてきて、ここがさっきのシティグループ証券なんですけども、この裏このビルの中に UBS 証券という外資系投資銀行が入っています。これもなんかめちゃめちゃ大きいらしいですね。本当に全然わかんないんですけども、スイスのバーゼルとチューリッヒに本店を置く外資系投資銀行なんですよね。本当世界でも最大級のめちゃめちゃでかい外資系投資銀行ということで、もう1960年代頃からずっと業界トップのレベルを維持し続けているというモンスター級の銀行だそうです。まあ、よくわかんないですけどね。チューリッヒといえば、CM のハローチューリッヒみたいなやつがあると思うんですけど、あのチューリッヒはスイスのチューリッヒなんですかね。最初この社名をね見た時には USB 証券かなと思って、なんだなんだガジェット系の会社かよと思ったんですけども、違います、 UBS です。あくまでもユニオンバンクオブスイスの略であって、ユニバーサルシリアスバスの略ではありません。間違えちゃダメですね。でこの UBS 証券のビルもこれでかくてめっちゃ綺麗ですね、うん、
まあ、シティグループ証券の真横なので、最寄り駅は大手町駅になるかなというところなんですけれども、多分あれはそうだな、見えると思うんですけども、ここにこの大手町駅から直結の出口がありますので、まあ、雨にも濡れることなく、勤務することができるわけなんですね。素晴らしい、すごちい。で、先ほどあった UBS 証券とかがあっちの方なんですけども、そこから少し東の方に来るとこちら、このビルの中に、モルガンスタンレー MUFG 証券が入ってます。モルガンスタンレーって僕も聞いたことありますよ。さっきのグリーンヒルさんがいたところかなと思うんですが、モルガンスタンレーの連結子会社としてやってる会社みたいですね。社名に MUFG とついてるんですが、2010年にどうやら、三菱 UFJ フィナンシャルグループと一緒に証券事業をやろうということになって合併し、その結果モルガンスタンレー MUFG 証券という社名になったみたいですね。モルガンスタンレーっていう会社は何なんだろう。 これが連結子会社なんだったら、モルガンスタンレーの元の会社はよくわかんないんですよね。僕その辺興味がなくて全然調べてないので、まだ今度勉強しておくことにします。このモルガンスタンレー MUFG 証券もここだったかな、確かここが、そうだ、ここがあの大手町駅に直結しているので、ちょっと、まあ、雨に濡れるかもしれないですけどね、雨に濡れるかもしれないですけども、本当もう駅出てすぐということなので、通勤時間も非常に短縮できるんじゃないかなという場所にあります。まあ、これであの大手町にある外資系投資銀行は以上なんですけれども、どこの外資系投資銀行もあの大手町駅の出口の目の前にあるっていうね、もう本当大手町駅はこういうなんか金融機関、大手の金融機関に働く人たちのために駅を改装したのかというぐらい、どこにでも大手町駅の出口がありました。そして東京駅の東側に来ると、ここの建物の中にはバンクオブニューヨークメロン証券という1784年に設立されたアメリカで最も古い銀行グループの、 あの日本国内証券部門がこのビルの中に入ってるみたいですね。このビルです。これ怖いですよ。何階なのかは分かんないですけどもね、もう本当すぐそこ、 これがね、あの東京駅舎なんで本当歩いてすぐですよ。こんなところで働くことになる方もね、まあ、いらっしゃるんじゃないかなということですね。社名にメロンって入ってるんでね、ちょっとどういう意味なんだろうってね、僕は思うんですけども、この横に入ってるのが BNP パリバ証券ですね。このでっかいビルです。大和証券のビルになると思うんですけども、この中に入っています。これも東京駅から本当歩いてすぐのところで出社することができるというわけなんですね。まあ、僕もねこっちの外資系投資銀行についてはあんまり詳しくないんですが、まあ、世界80カ国を、ね、超える国とか地域においてリテールとか、あとは投資銀行業務とか資産運用とかをやってるような外資系投資銀行だと、まあ、日本での業務展開の中心であるね、投資銀行業務とか、あとはコーポレートバンキングの部門っていうのがこの建物の中に入っているということでございます。なるべく高いところで街を見下ろしたい、まあ、そんな人はね外資系投資銀行を勤める人の中にいないと思うんですけども、まあ、もしそういう方がいらっしゃれば BNP パリバ証券の方が高いのかな。まあ、何階にオフィスが入ってるかっていうのはね分からず適当に言ってますけどね。ちなみにこの2棟の建物の目の前のビルの中にはみずほ銀行の八重洲口支店が入ってます。2階と3階が支店っぽいですね。綺麗だな。ここもいいですね。メガバンクの東京の支店はですね、あの当たりの支店という言い方したらあれかもしれないんですけども、こういう綺麗なガラス張りの支店が多いので、たまたまこういうところに当たるって方もいらっしゃるとは思います。そんで少し南側に来ると、ここにフーリハンローキーという外資系投資銀行が入ってます。これもね僕ちょっとあんまり詳しくないんですけど、2022年の2月に GCA っていう会社がですね、フーリハンローキーグループになんか入って社名を変更したっていう風な過去があるみたいですね。 GCA っていう会社はサビアンっていうね独立系の投資銀行を統合して、独立系 M&A アドバイザーとしては世界のトップ5に入っていたような会社だったそうですね。2012年にマザーズから東証一部に上場変更、なんやかんやなんやかんやあって2022年の2月にフーリハンローキーグループに入ったというふうな感じだそうです。ここの30階多分一番上じゃないかなに入ってるそうです。下には JR 東京駅直結の出口がありますので、アクセスも非常にしやすいと
ということでございます。もともと日系企業だったところが海外の外資系投資銀行グループに入ったってことなんですかね。そしてこのビルの中には JP モルガン証券が入ってますね。僕もさすがに聞いたことありますよ。これもなんか世界有数の法人向け金融サービス会社らしいですが、どうやら日本との関わりは非常に深いらしくて、1923年にあった関東大震災、その翌年にはなんか日本政府が発行したのかな、なんかその米ドル債みたいなところをこの JP モルガンの元の会社なのかっていうところが引き受けた。そこからなんか日本との付き合いは深いそうです。東芝のランディスギアの買収のところとかに関わったそうで、なんかそれはなんか僕も聞いたことがあるなっていうような感じなんですけど、ちょうど看板がありますわ、 JP モルガンということで、さっきのなんだっけ、フーリエンローキーみたいな名前の会社がここの建物の中にあるので、まあ東京駅のすごく近くにあるということは変わりありません。横にこれ、この建物がこれ三菱 UFJ 銀行の本店なので、その真横にあるんですね。知らなかったです。ここなんか前東京支店をなんか巡るみたいな動画を撮った時に通ってたんですけども、この中にあるんですね、 JP モルガン証券。 JP モルガン証券の JP は日本っていう意味なんですかね。ここもまあ丸の内のど真ん中ですから、すごくいいところに立ってますよ。これも多分ここが東京駅のからの出口だと思うので、まあ、駅直結ってことになるのかな、まあこっち側にもね、MUFG の裏にも出口があるので、まあ、どちらにしろ駅からのアクセスっていうのは非常に近いところにあります。中国人にすごく見られています。というわけで、ちょうど東京駅周辺をぐるーっと一周して、丸の内にある外資系投資銀行は全部回ってきたわけなんですけれども、こう見ると実はこの東京駅からの景色っていうところの中には外資系投資銀行が入っている建物っていうのがいっぱいことあったというわけなんですね。これ東京駅なんですけど、おさらいしていくと、この中にバンクオブニューヨークメロン証券があって、この中に BNP パリバ証券があって、この建物に JP モルガンが入っていて、で丸ビルの中にはグリーンヒルジャパンがあってというふうな感じで、これ東京駅からね、こうぐわーっと見渡すと見えるところだけでもこんなに外資系投資銀行の建物があったというわけなんですね。はい、というわけでため池山王というところにやってきました。ここからはですね、六本木エリアをね回っていこうと思うんですけども、このでっかいビル、このビルの中にはドイツ証券という外資系銀行が入ってます。ドイツ銀行っていうね銀行は僕も名前はさすがに聞いたことがあるんですけども、そこの、在日証券業務用の拠点、その東京支店がここに入ってると。僕は学生時代にドイツ語を履修しておりましたので、多少ねドイツ語喋れるんですよ。イッヒリーベドイツ、これはね確か私はドイツに住んでますみたいな意味だったかと思います。ため池山王ってところはですね、まあちょっと交通の便があんまり良くなくて、若干にその陸の孤島みたいなところになってるんですよね。で、まあ、最寄り駅はまあため池山王駅なんでしょうけど、おそらく、これが銀座線のため池山王駅への入り口なんじゃないかなと思います。駅から出てすぐっていうのはまあ近いかなと思うんですが、ちょっと乗り換えとか必要かと思いますね。見晴らしはめっちゃいいと思いますよ。だってこっち六本木 でこっちは多分東京駅の方でしょっていう風な感じなので、丸の内にですねたくさんの外資系投資銀行がありましたが、まあその辺のビルの夜景を見ながらですね仕事をする日が来るのかもしれませんね。はい、そしてさっきのドイツ銀行から少しだけ南に来ると、2つの外資系投資銀行が入っている建物があります。まずこれアーク森ビルっていう建物なんですけども、ここの26階にリンカーンインターナショナル株式会社という外資系投資銀行が入っております。そしてもう1個、この後ろのね緑色の建物、これね、これが泉ガーデンプレイスっていうんですけども、ここにはクレディスイス証券というスイスのさっきの、ね、ハローチューリヒって言ったと思うんですけども、チューリヒに本店を置く外資系投資銀行が入っております。でこの2つに関してはですね、僕説明文を見たんですけど全く意味が分かりませんでして、まあ分かったのはこっちのクレディスイス証券という会社の方はなんか世界有数の銀行らしいということだけ分かりました。多分最寄り駅はね六本木一丁目駅になるんですよ。さらにさらに陸の孤島というところですね。六本木一丁目はねもっと陸の孤島になってて、南北線っていう地下鉄が1本しか走ってない駅なんですけど、そのね南北線も朝すごく満員電車になっちゃうんですよ。僕も一時使ってたんですけど、もうぎゅうぎゅうになっちゃって、埼玉からね来る人たちが多いので、まあそんだけ満員電車になるのかなと思うんですが、
まあちょっとねこれは通勤厳しいかな。しかもねこの辺ね本当飲食店が全然ないんですよ。なのでもうコンビニで食べるか、あとは本当こういうおしゃれなところとかに入って高いランチを頼むかみたいな感じになっちゃうんで、なんかねあんまりお昼休憩とかは快適に過ごせないんですよね。まあ大きいビルもたくさんありますし、まあ六本木なので一応ね、六本木一丁目とはいえ六本木なので、その辺のなんかステータス感ではないですけども、俺は六本木に勤めてんだぜみたいな気分は味わえるかなと思います。ごめんなさい、泉ガーデンプレイスこっちでした。先ほど映していたのはですね、住友不動産グランドタワーというところで、あのね色がね似てるのでめっちゃ間違えちゃうんですよね。形はこっちの方がなんかテトリスみたいな感じなんですけど、ごめんなさい失礼しました。こっちの方にクレディスイス証券が入っています。はい、で僕が入ったことあるのもこっちです。はい、というわけで今度は東京ミッドタウンタワーに来ております。遠かったですね、めっちゃ歩きました。ここにもこのでかいビルの中にも外資系投資銀行入っておりまして、それがロスチャイルド&コージャパンという、もうねすごい名前ですよね。ロスチャイルド家ってね皆さん聞いたことあるかなと思うんですけども、あのドイツのね銀行一家だったか、まあ、とにかく ドイツの富豪ですよ。そこがまああの投資銀行証券部門なのかなをやってるということで、その日本支店がここに入っているというわけなんでございますね。いやーすごいよ、このビルはね多分今一番東京の中で熱いビルなんじゃないかな。いや違うわ、六本木一丁目の方になんかもっとでかいビルができたんで今2番目なのかな。まあ僕の感覚で2番目なんですけども、まあ、とにかくでかいビルですよ。で僕が今日行ってきた外資系投資銀行の入ってるビルの中ではこれが一番えぐいんじゃないかなと思います。ちなみにこっちにはですね、あのブンブンハロー YouTube で有名なヒカキンさんが住んでいると噂されているマンションがあります。であのこの中にはあの今 YouTube 事務所ですごく有名というか、まあ、日本で一番大きい YouTube 事務所の UM がこの中に入ってるんですけども、ロスチャイルド&コージャパンはここの43階に入っておりますので、もしかしたら UM のクリエイターに会える日が来るかもしれませんね。でこの東京ミッドタウンはね、まあ、この中もそうなんですけど、いろんな商業施設がね入ってるんですよ。ただまあ、 あの僕みたいな超一般人からするとここに来ても特にやることがないんですよね。まあ、ご覧の通り土曜日の真っ昼間に来てもあんまりこう人がいないんですが、最寄りの駅はねここ六本木駅になるんですけども、まあ今まで紹介してきた外資系投資銀行とかよりかはちょっと駅からね歩く距離が長いかなとも思うんですけれども、いや違うわ、ここあれだ、直通があるわ、ミッドタウンの確か六本木駅から直通でここに入れるので、雨に濡れることなくオフィスに到着することができます。ここはねすごいよ、この上の方にねリッツカールトンっていう超有名なホテルが入ってて、僕もね一回だけ奥さんと行ったことがあるんですけども、金額がえげつないんですよ。ただまあここから見える夜景っていうのはね、あの六本木日本のもうポンポンの中心から見える夜景なのでとてつもなく綺麗です。はい、なので残業した際にはその夜景を見ながら頑張っていただければいいんじゃないかなと思います。そうだ、このミッドタウンね六本木のど真ん中にあるので、ここの通りあると思うんですけど、ここにねあのいっぱい飲食店が並んでるんですよ。高級飲食店とかね並んでるので、夜はね遊びたい放題なんじゃないですか。うん、あなんか僕もこの六本木の夜で遊んだことはないので全くわからないんですけども、あの、まあ、ここが飲食店が非常に多い通りだということは知っているので、まあね、夜もねすごいよ、あの来てもね、あの本当に眠らない街というのが体現されているような感じで、あのめっちゃ人いんのよ、終電過ぎても。そういう街だから、まあ、ここに勤めるとなるともう夜はもう飲み会やら食事会やらでお金を大量に使う必要があるんじゃないかなと思います。というわけでミッドタウンにある外資系投資銀行も紹介したので、これで終わりと言いたいんですけども、これで終わってしまったらですね、おそらくあの全国の投資銀行マニアの方にぶち切られることはあの分かっておりますよね。一個言ってないところがあるぞと、お前あそこに挨拶をせずに他の投資銀行だけ回るのはお前もう怒られるぞと、ね、世界から消されるぞという声が出てきそうなので、最後ねあそこに行きたいと思います。六本木ヒルズ森タワーにやってきました。皆さんこのビルよく見たことあるんじゃないでしょうか。これがですね六本木ヒルズ森タワーと言われるところです。まあ一般的に六本木ヒルズといえばこのビルのことをね指すことが多いと思うんですけれども、ここですよね皆さん、ここに来いってことなんですよね。わかります。こちら六本木ヒルズの中にはゴールドマンサックスというですね外資系投資銀行が入っております。多分一番有名なんじゃないですかね。僕もあの JP モルガンとモルガンスタンレーとゴールドマンサックス、この3社はですね僕聞いたことあるんですよ。
ね、ってことは、まあ、割と有名だと思うんですね。ということで調べてみたんですけども、他の外資系投資銀行をですね、寄せ付けないぐらいもう案件数が莫大だとこういう情報を言いました。ゴールドマンサックスといえば外資系投資銀行で一番有名といっても、まあ、過言でもないんじゃないかなというところですね。ここで働いていた人として有名なのがあれですよね、あの超新塾のアイク・ヌワラ、あの人があの大学卒業後だったかなにこのゴールドマンサックスでエンジニアとして働いていたということが非常に有名かと思います。あとこの六本木ヒルズの中にもう一社あって、何だったっけな、バークレイズ証券だ、あのイギリスに本拠地を置くバークレイズ銀行の投資銀行部門の日本法人ですね。それがこの中の31階に入っているということなんですね。この六本木ヒルズも最寄り駅は六本木駅になります。あの東京はですね、地下でたくさんつながっているので、さっき言ったミッドタウンってこのもっと裏なんですよ。この双葉クリニックって書いてあると思うんですけど、この裏の裏ぐらいが東京ミッドタウンなんですが、そこからこの六本木ヒルズは全部地下で一個の駅でねつながってるんですよね。さっき言ったアーク森ビルがありますね。アーク森ビルはこれです。丸の内と六本木っていうもうなんか東京の高級ビル群みたいなところにある、もうなんかすごい有名なビルは全部行ったんじゃないかと思うぐらいですね。他にもね、行けよととかあると思うんですよ。メリル・リンチやバンク・オブ・アメリカじゃとか僕も調べて出てきました。なんですけどちょっとあの全部撮影経路の関係でね、冒頭にも言いましたけど行ききれないので、そこはご容赦ください。やっぱり外資系投資銀行っていうのはもう東京のもうやばいところにやっぱオフィス構えてんだなっていうのが分かる動画でしたね。というわけで六本木ヒルズで遊んで帰りたいと思います。カイロクでした。バイチョ。